ディエゴ・リベラは、メキシコの画家。キュビズムの影響を受けた作風で、多くの壁画作品で知られる。フリー・ダ・カーロの夫。フルネームは、ディエゴ・マリア・デラ・カンセ・ピシン・ジュアン・ネポ・ムーセヌー。エストニース・ラウ・デラ・リベラ・ワイ・バリエントス・アコスタ・ワイ・ロドリーゲス。1886年、メキシコのグアナ・フアトに生まれる。1896年、10歳の時に、サンカルロス美術学校に入学。 その後、奨学金を得て1907年により、スペイン・パリなどで絵画を学び、パリのモンパルナスに住みアメデオ・モディリアーニや、モイズ・キスリングなどエコールド・パリの若手作家たちと交友を深めた。一方、この頃に、キュビズムに強い影響を受けがなんで注目されるようになった。すでに魚食家で知られ、この頃にも多くの女性画家と交際し多くの子供を、 残したが、いずれの子にも養育費などの責任を負わなかったとされている。1920年、メキシコに民衆のための芸術を起こすというダビッド・アルファロ、死刑ロスの誘いに賛同して、パリを離れた、彼はイタリアを旅して、壁画を研究。1921年に帰国して、グアタールペ・マリンと結婚。メキシコ壁画運動の中心的人物となる。 彼はテンペーラ画によってメキシコの民族的な伝統と社会主義的な文脈を組み合わせた壁画を公共建築などに多く描いた。メキシコシティの国立宮殿やジャピン語の国立農学校には彼の代表作が今も保存されている。この時期メキシコ共産党に入党し、教会や聖職者を攻撃したが、その激しい性格とレオントロツキーの思想への関心などから、 多くの敵対者を生んだ。彼は1927年に、ロシア革命10周年記念で、ソビエトのモスクワに招待されたが、翌年反ソビエト活動に関わった疑いで、送還された。共産党からも1930年に除名される。フリーダ・カーロと1930年、画家のフリーダ・カーロと結婚。彼は42歳でフリーダは22歳で、その夫妻の養子から周囲には、 美女と野獣カップルと言われた。1930年から1933年にかけて大不況後のアメリカ合衆国で活動し、多くの建物に産業や労働者をテーマにしたフレスコによる壁画を残し大きな評価を得た。1933年にはニューヨークのロックフェラーセンターに十字路の人物と題する壁画を描き上げたが、 アメリカの建国者たちと並んで社会主義者の例人の肖像を排した壁画は発注者やマスコミの猛反発を呼び完成直前に破壊された。その後のアメリカでの仕事もすべてキャンセルされ、彼は怒りと失望でメキシコに帰国する。しかし時代を下がる1940年にサンフランシスコで壁画を制作することが叶うなど、アメリカのクライアントとの関係は続いた。 彼はメキシコを訪れた多くの芸術家を家に招いた。メキシコに亡命したトロツキーも家に招待するが、その後間もなく二人は仲違いしてしまう。その後にトロツキーが暗殺されたことで、彼も暗殺に関わったのではという憶測が流れることにもなった。また、女性関係に糸まがなかったため、夫婦仲が極端に悪化する。とりあえず別居してみたものの、 彼もフリーダも不倫が続き、1939年に離婚。しかし1年後に復縁、再婚すると、彼女が1954年に死去するまでは夫婦であり続けた。健康に不安があったフリーダは妊娠するも結局、リューザン氏二人の間の子供はなかった。ディエゴ・リベラはフリーダを失った。翌年の1955年に別の女性と再婚し、 1957年にメキシコシティで死去。メキシコにはディエゴリベラ壁画博物館、ディエゴリベラアトリエ美術館、ディエゴリベラ博物館がある。ありがとうございます。